こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は DNA センター経由でカタリストに対してサウザンドアイのエンタープライズエージェントをデプロイする方法を紹介します。前回の動画ではカタリストに対して CLI 経由でエンタープライズエージェントを直接 デプロイする方法を紹介しました。しかし、前回紹介した方法ですと、もし100台のカタリストに対してエンタープライズエージェントをデプロイする必要がある場合、カタリストへのエンタープライズエージェントのイメージの配布や APP ホスティング用の設定の投入などの操作を100回繰り返す必要があり、 作業工数が大幅に増加してしまいます。このような大規模展開の場合、DNA センターを使用することで、複数のカタリストに対して簡単にエンタープライズエージェントをデプロイでき、作業工数を大幅に削減可能です。では、ここからは、 DNA センターのバージョン2.3.3.4を使用し、カタリスト9300にエンタープライズエージェントをデプロイする方法をデモで見ていきます。まず、はじめに、サウザンドアイのウェブポータルにアクセスし、クラウドエンタープライズエージェント エージェントセッティングスエンタープライズエージェントに移動します。そして、アドニューエンタープライズエージェントをクリックし、シスコアプリケーションホスティングカタリストスイッチズに移動し、ダウンロードターをクリックし、エンタープライズエージェントのドッカーイメージをダウンロードします。また、 同時にアカウントグループトークンも確認します。カタリスト側では事前にエンタープライズエージェント用のコンテナを収容する VLAN の作成と HTTPS を有効化しておく必要があります。では DNA センターに戻りまして左上のハンバーガーアイコンをクリックし プロビジョン、インベントリーをクリックします。DNA センター経由でカタリストに対してエンタープライズエージェントをデプロイするには、カタリストで事前に HTTPS のクレデンシャルを設定しておく必要があります。次に、左上のハンバーガーアイコンをクリックし、プロビジョン、 App ホスティング g for s w i t をクリックしますそして、Add App をクリックし先ほどダウンロードしたエンタープライズエージェントの Docker イメージを選択しアップロードをクリックしますすると、DNA センターにエンタープライズエージェントの Docker イメージが インストールされたことが確認できます。では次にエンタープライズエージェントの Docker イメージのランタイムオプションを修正します。こちらのマウントオプションが残ったままですとカタリストへのエンタープライズエージェントのデプロイに失敗しますのでマウントオプションを削除します。また環境変数の TEAgent アカウントトークンに先ほど確認したアカウントグループトークンを設定しますランタイムオプションの修正後右下のインストールをクリックする前に必ずセーブをクリックし変更内容を保存してくださいランタイムオプションの変更内容の保存が完了後右下の インストールをクリックします。最初にカタリストにエンタープライズエージェントをデプロイするためのタスクの名前を設定し、NEXT をクリックします。次にエンタープライズエージェントのデプロイ対象のカタリストが存在するビルディングやフロアを指定し、NEXT をクリックします。こちらのページでは、 前のページで指定したビルディングやフロアに存在するカタリストが表示されます。エンタープライズエージェントがデプロイ可能なカタリストはレディナスの値がレディになっています。レディの下の C ディテールズをクリックしますと DNA センターが実施した確認結果が表示されます。では、 エンタープライズエージェントのデプロイ対象のスイッチ1を選択し、NEXT をクリックします。こちらのページでは、カタリスト上にデプロイするエンタープライズエージェント用のコンテナに割り当てる IP アドレスやデフォルトゲートウェイなどを設定します。まず、はじめに、コンテナを収容する VLAN を指定します。次に、 アドレスタイプにコンテナの IP アドレスの割り当て方式を指定します。今回は手動で IP アドレスを割り当てるのでスタティックを指定します。コンテナの IP アドレスやデフォルトゲートウェイなどは CSV ファイル経由で設定します。まずエクスポートをクリックし CSV ファイルのひな型を ダウンロードします。こちらが CSV ファイルのひな形で、インターフェース IP にはコンテナに割り当てる IP アドレス、ゲートウェイ IP にはコンテナが使用するデフォルトゲートウェイの IP アドレス、プレフィックスにはコンテナの IP アドレスのサブネットマスク、DNSIP には コンテナが使用する DNS サーバーの IP アドレスを指定します。CSV ファイルの記入が完了しましたら、インポートをクリックし、値を記入した CSV ファイルを指定し、最後にインポートをクリックします。CSV ファイルの内容が反映されたことを確認し、NEXT を クリックします。最後に、今までの設定内容に問題がないことを確認し、プロビジョンをクリックします。すると、DNA センターからカタリストへのエンタープライズエージェントのデプロイが開始されます。 エンタープライズエージェントのデプロイが完了しましたら、NEXT をクリックします。DNA センター経由でデプロイしたエンタープライズエージェントの状態を確認するために、マネージ APP をクリックします。スイッチ1の上で、バージョン4.2.2のエンタープライズエージェントが動作していることが確認できます。 また、サウザンドアイのポータル側にも DNA センター経由でデプロイしたエンタープライズエージェントが追加されたことが確認できます。最後、ままとめになります。DNA センターを使用することで複数のカタリストに対して簡単にサウザンドアイのエンタープライズエージェントをデプロイ可能ですので DNA センターをお持ちのお客様は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか